にちは、みほとけです。ナム。本日はこちらに来ております。さあ、この参道でわかる人いますか。こちら調布の深大寺です。もう太鼓が鳴っておりますね。はい、と言いますのも、今日2月2日、はい、2021年2月2日は節分の日なんですよ。2021年は立春が2月3日なので、その前日が節分の日ということで、124年ぶりに節分が2月2日に移動してる珍しい年なんですね。ということで、今日は深大寺さんのその節分の法要にお呼ばれしました。感染症対策で豆まき、豆を投げて一般の方ご法集めるということはできないんですけれども、中で、法事、法要だけはやるということで、それにご招待していただきましたので、今日は来られなかった皆さんの分も、まあ、病気の退散だったり、皆さんの心の平和を祈ってきたいと思います。白飛びがすごいです。早速行きましょう。もう雨上がりなんで空気すっごい綺麗。はあ、さすが深大寺。はい、中に入っていきますよ。見てください、コロナ禍は分散参拝、その大地が燃えてます。さあ、もう早速ね、音が聞こえてきて、山札の授与はこちらですよという表示も出てます。まずね、ご本堂に手を合わせてから、奥の普段山大師堂に登っていきます。こちらご本堂の左手にありますのが段山大師堂でございます。早速登っていきたいと思います。あっちには国宝の釈迦如来坐像もいらっしゃいますが、今日は元山大師堂です。はい、ただいまこちら元山大師堂ではごま祈願が行われております。素敵な雅楽が響いておりますね。で、私今日特別にこのごま祈願をご招待していただき、中で、はい、祈願を受けてきました。まずですね、あちらの本堂の方から登ってきて、で、入り口のところ、あそこいらっしゃいますね、赤いおけさのお坊さんいらっしゃるんですけど、まずあそこの入り口でこうお香を頭にこうやって、でこう三個章をこう振って念珠を練って、このそこで私たちにまずお清めのようなことをしていただきます。それに、ね、奥へ入っていくと、で中が見えないようにこう薄く黒い幕が1枚手前に挟まっていて、後ろ元山大師さんがいらっしゃる裏まで回っていくんですね。なので中は真っ暗です。はい、かすかにほぼれるこの日差しと、あとはろうそくの火だけです。で中にはこの雅楽の方が座っていらっしゃって、元山大師様の前に、そしてお不動様の前にお坊さんいらっしゃって、中でごま祈願、そしてお経をずっとあげていらっしゃるんですね。まさしくこんな感じです。はい、そして、お経をあげた後、一斉に節分ですので、福は打ちって、ほら、はい、このように福は打ちとご唱和するんです。というのも、元山大師さんというのは、まあ、鬼なんですよね。角大師といって、一時期病気が、国中に蔓延した時に、元山大師さん自身が病魔、鬼の姿となって、その病魔を撃退したという説話がありまして、まあ、つまり鬼の姿をしていらっしゃるという伝説があるんですね。なので、ここで鬼は外と言ってはいけないんですよ。まさしくここで我々が祈っている方こそが鬼なので、はい、ということで、福は打ちだけをご唱和するっていう豆知識ですね。ごま祈願していただいたお札をいただいて、再びご本堂でお参りをして帰るというところですね。すごいですよ、中すごかった。
もうずっとお香の香りが立ち込めてて、本当一つ自分の肩が軽くなったような形でしたね。で、真っ暗の中でひたすらお坊さんが必死にお経を唱えていたり真言を唱えていたり姿っていうのは、なんか本当私たちが今一生懸命祈ってる姿を肩代わりして暮らしちゃってる感だけど日々私たちのこうなってほしいっていう願いを肩代わりしてくださってる、なんかもう頼りがいのある背中が、はい、後ろから見て取られました。本当あの感染症対策を徹底して、もう中に人がとどまらないようにずっと立ったまま、あの5人ずつちょっとずつ移動して、もう本当すぐ終わっちゃう。中の滞在時間言っても本当1分もない、1分、まあ、3分ぐらいかな、正味ぐらい、本当短い間の滞在時間でスッと回るだけだったんですけども、それでも本当心が一つギュッと引き締まって、よしまた今日から頑張ろうぜみたいな、そんなこう新しい春を迎えるにあたって、私たちの今のこう体を清めて新しい春いい風吹かしていこうぜみたいな、ちょっとスイッチが入りましたね。いや本当すごかったです。ここに、はい、天台宗1000年以上の歴史が詰まっているなと思いました。ちょうど12時ですすごい。はい、そして特別に節分でねご招待していただいたということで、ごま祈願札いただきました。こちら、節分の疫病退散特別祈願札となっております。こちら、左側にですね疫病退散と書かれた赤い紙が挟まっています。はい、ここ、そして上に角大師がいらっしゃいます。まさしくこの姿こそが、この中に、お祭りされている元山大師様が疫病を倒すために自ら病魔の姿、鬼の姿となった、その姿を弟子がね書き残したものと言われていまして、はい、怖い鬼と言われてるんですけど、私はすごい可愛らしくて大好きです。はい、このね疫病退散の願いが特別にこもった特別なご祈願札いただきました。こちらのご祈願札ちゃんと御仏と名前を書いてくださって恐縮です。ごま供養祈願成就と書いてあります。一つ一つお寺の方がねこれ墨で書いてくださったんでしょうね。あの忙しかったと思います。本当にありがとうございます。これ大事に1年間飾って、私はこの1年間健康でいること間違いなしですね。さあ続いてこちらも特別に節分限定で、さらに疫病退散の願いを込められたお札いただきました。これは豆大師と言われております。先ほどと同じくこれも元山大師様のお札なんですけれども、これは元山大師様は如意輪観音という観音様の化身と言われておりまして、その観音様っていうのは33の姿に変化すると言われているんですね。なのでその33の姿に変化する観音様のように元山大師様も33体描かれています。まあ、これが豆粒のように小さくてね、通称豆大師のお札と言われております。これも節分へと、はい、字が入っていて、はい、節分の今日まさしく新しい年を迎えるにふさわしい、これで厄よくする、健康な1年間でありますようにというお札ですね。はい、よく見ると厄、はい、よけ元山大師神大寺と入っていますし、衆生貧困役無料空満身観音妙地力能空税関空と書いてあります。ありがたい、こんなものまでいただいちゃいました。ありがとうございます神大寺さん。そしてさらにいただいたものがこちらです。福豆、こちらも厄よけ元山大師と字が入っていて、はい、あの33体の豆粒の大師の姿になったというね、さっきの豆大師ということにあやかった豆まきと福豆の授与が行われていますということで、こちらはとても美味しいらしいです。はいあ、ちゃんと北海道産の豆ですね。はい、そして3月3日4日は元山大師大祭のだるま市が行われるそうなので、そちらも注目していきたいと思います。はい、厄よけのご利益たっぷりの、そして法力に満ち溢れたこの場所に今日来られたことに感謝しております。まあ、元山大師様のものはまだまだありまして、これは節分というかね、いつでももらえるものなんですけれども、御朱印と合馬札です。はい、御朱印はねこちら元山大師様の角大師の、はい、赤い印と
この岩山大師と墨で大きく描かれています。中のこの赤い印も岩山大師様のね宝珠がドンと入っております。かっこいいですね。そして御宝枕、はい、これも玄関先に貼るとお家の中に、疫病が入ってこないとされています。はい、これもかっこいいですね。意外とこの豆大師、角大師の絵柄っていうのはお寺ごとに個性があるんですけれども、こちらは結構目鼻立ちがはっきりされていますね。はい、これはいつでもいただけるものなんですけれども、後ろには豆大師も入っています。そしてさらにこんなのもあったのでいただいちゃいました。厄除け岩山大師シール、見てください。これ角度で角大師になったり、厄除け神大師っていう字になったりとかすごいんですよ、この 3D プリントみたいな感じで、まあ、ちょっと友達とシェアしたりしてね、家族とシェアしたりしていいんじゃないでしょうか。はい、交通安全、自転車、自動車、ご自身の身近なものに貼っていただけますということで、もう私は今日ですっかり岩山大師様の虜です。はい、いろいろと身の回りを厄除けしていきたいと思います。皆様もぜひ厄除けのお参りに岩山大師様、神大寺へ来られてみてはいかがでしょうか。他にも見どころありますが、それはまた別の動画でご紹介します。では神大寺の節分へリポートでした。ありがとうございました。おまけでこんなのも入ってました。神大寺生そば絶対美味しいやつありがとうございます。